前回のシュガースポットで月の輪喫茶を訪れた甘党男子たち。しかしこの日はあいにくの定休日。お店の前であたふたするメンバーたちを見かねた男性が隣接する月の輪卓球場に案内してくれました。実は案内をしてくれたこの男性、こちらの卓球場でコーチを務めており、過去には全日本選手権で3位に入賞したこともあるすごい方なんです。ここ月の輪卓球場では経験豊富なコーチ陣によるレッスンなども行われており、経験者はもちろん初心者も気軽に卓球を楽しむことができます。じゃあ中に入ってきましたけど、そうすごい ね、はい、卓球場すごい広い、めちゃめちゃ広い。じゃあ僕たち甘党男子って言いまして、はいはい、お菓子を配ってるんですよ、はいはい、もらっていただきます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。甘いもの好きですか？大好きです。おまけに隣に喫茶店があるので、はい、でそのケーキがですね、米粉のケーキ。うわー、いいですね。無添加というか、いろんなものを使わなくてっていうので、なんか優しい感じのケーキを作ってるらしいです。あ、ただ僕は美味しいと思うだけです。それが一番ですから。素晴らしい。私は卓球のここでコーチしてるんですけど、はい、ケーキの食べ過ぎで太っていくんですよ。でも名前の由来とか確かになんですか、ね、昔卓球のボールって黄色い時があったの、はい、オレンジボール、はい、であれが お月さんというイメージを息子の嫁が持って、はい、月とそれから人の輪で月の輪っていう、はい、甘党男子も甘党の輪を広げようと思って今お菓子配ってる、はい、そうなんです。そういう意味ではね、甘党の輪、うん、兄弟じゃないですか。おー、兄弟、お兄ちゃん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 、せっかくなんでもちょっと卓球やりたいな。確かに、ねね、僕たちもできるんですか、ちょっとやらせてもらうことは可能ですか、ね、あ、大丈夫ですよ、ね、ぜひちょっとその卓球の楽しさを ね僕たちも教えてもらえたら、はい、月の輪の輪に入りましょう、はい、そうしましょう、はい、よろしくお願いします。武道館でお菓子を配るという目標を掲げて活動する6人組アイドルユニット甘党男子。そんな甘党男子たちが毎週岐阜を舞台に大はしゃぎ、歌って踊ってお菓子も配る。そんな甘党男子のメンバーを紹介しよう。キャンディースマイルでみんな一コロ。キャンディー担当、室井和馬。みんなに安らぎと安心をお届けします。シュークリーム担当、石塚俊彦。頭の回転は音速超え。アイス担当、三上洋式。甘党男子のファッションリーダー、お団子担当、成瀬敦志。あなたはコシアン派、それとも粒あん派？たい焼き担当、陣雲翔也。みんなを楽しませるエンターテイナー、菓子パン担当、菅井明久。彼ら6人こそがワールドスイーツトレンドアイドル甘党男子なのだ。今回のシュガースポットはメンバー同士の卓球ガチンコ勝負。そして今が旬のイチゴをたっぷりと堪能しちゃいます。甘党男子のシュガースポット。上にコーチお願いします。上にお願いします。上に、じゃあちょっと自前のだけと思って。本気や。僕らぐらいの年代の人はみんなこれなんです。ペンなんだ。ペンっていうの。ペンっていう。ペンと。ペンを持つような形でペンホルダーっていうんです。ペンホルダー。でこちらは握手するからシェイクハンド。ああ、シェイクハンド。こういうことですの。そういうことですね。どっちですか。シェイクっていうところです。飲む方なんですけどね。やりましょう。やりましょう。やるじゃん。やるじゃん。行きまーす。上にさすがの腕前。最初はなかなかうまく返せなかったメンバーたちもあっという間に上達。ラリーをして体も温まってきたところで、ウェニーにチームを決めてもらい3対3の試合をすることに。いくよ、か最後へ。負けられねえ。よし、いいぞ、いいじゃん。ありがとうございました。まだまだまだ早い早い。
最後や。いけ、チェック。さあ、ナイス。いけ。いや、あれ待ってよ。やばいね。やばいよ。やばい。いいよ。ナイス。いいぞ。いいね。イメージある。さあ。ちょっと大丈夫。今何点ですか？9点。いい勝負。サーブ。サーブでアウト。勝った、勝った。気をつけて、気をつけて。返してこいよ。返してこいよ。返してこい、行くぞ。何もしてねえはずなのに。よし。まだ、まだ。行け行け。気をつけろ。よし。よし。はい、ということで楽しませていただきました。ありがとうございます。いやサーブ以外は目立ったね。すごいな。でもサーブはすごかった。サーブうまかったね。面白かった。いやでも久々に卓球できて本当に楽しかったです。よかったです。いい汗かきました。本当にまた来させてください。また来てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたオリンピックで応援しましょう。さあシュガースポット、はい、水干しにやってまいりました。してます。水干しです。水干し初めてだ。初めてだ。水干しのイメージって何かあります？全然出てこないよ。無知です、ね、こちらに関しては。でも時期的にはイチゴが今ね、うん、あなるほど、時期ですから、はいはいはい、あの水干しでイチゴ狩りができるそうなんです。ああいいですね。マジ、こちら、こちらね、待って、めっちゃ綺麗やん。花の花ファームはカフェ、ベーカリー、ワークショップなど食べる、見る、体験するを楽しむことができる観光農園。期間限定で体験できるいちご狩りでは最大9品種のいちごを食べ比べできちゃうんです。はい、じゃあいらっしゃいませ、花の花ファームに。あー、よろしくお願いします。今からじゃあいちご狩りのハウスに入っていただきます、はいはい、皆さんあのレーン空いてるところ、好きなところ入ってもらって、それに取って食べてください。すごい、本当に食べ放題、いいんすよね。どうぞどうぞ。容赦ないですよ、アマト男子。行きましょう。行くか。なになになに、行くぞ。すごい、お邪魔します。うわ、すごい、どんな種類あるよ。おいしいベリー、香りの、やばい、迷うな、これやばいな。おすすめはどれですか？この時期男の人はね、香りの食べる。香りの、香りの、行こう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 。食べてください。おすすめしていただいたんで、でか粒、もうほら入り口からもうする。それこれ意味のりだよ。こっちレーンが、そう、取っていいですか？取っていいです。はい、行っちゃいますよ。じゃあちょっと一発目食べていいですか？はいよ。いただきます。これ本当に根元でかめじゃない？でか、うん、でかい方ですね。待って、めちゃくちゃ甘いわ。しかも今マジで食べ応え、食べ時、旬が、うん、ちょっと何言ってんだよ、うん、やばい、バンバン。いただきます。いただきます。うまっ。音いいね。甘っ。俺いちご狩り初めてなんだけど、うん、え、うん、人生初いちご狩り。マジ、うん、もうどれももちろん美味しいんですけど、はいはい、見分け方っていうのは正直分かんないですよ、うん、美味しい、はい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 、それを教えてもらってもいいですか？教えてほしいですか？はい、教えてほしい。ちょっとじゃあね、まずこれヘタがね、そっとるやつですね。ピヨンって。待って、それ普通の音なんですか？普通ですよ、これもう一番。いちごの常識。いちごの常識。色はじゃあやっぱでも赤で、色は本当やっぱね、うん、まあ、ドス黒いって言ったらダメなんですけど、まあ、ちょっともう深みがかった赤の方が絶対に美味しいです、それは、うん、ちなみにこのファームで食べるとこのソリっていうのあるじゃないですか、はいはい、それ売ってるものと、まあ、見分け方って違うんですか？まあ、多分売ってるものはやっぱこうやって早くね、どうしても取るしかないんですね、流通するんで。なるほど。なんでこういうもともと何ていうんですかね、しっかり味が入りづらいですよね、うん、そっか、うん、ギリギリまで漬けたれたのが絶対に。じゃあもうファームで食べるのが一番いいっていう話ですね。一番そうだよね。これもう美味しいだけ、いっちゃ美味しい時食べれますからね。それが一番いいんだ。ちなみに、うん、おすすめのレーンというかおすすめの品種、そうだ、ちょっと教えてほしい、ね、でも女性はね、人気なのは四つ星っていう品種とか。どんな感じなんですか？味が濃いですよね、うん、あんまり大ぶりにはならないんですけど、うんうんうん、やっぱ女性やっぱこれ目当てに来る人って、ほう、普通いちごのこういう縁って、はいはい、これぐらいの種類あるもんなんですか？
多分うちはですね、この辺だと多い方だと思います。やっぱ多い方なんですね。まあ、9品種あるんですけど。9品種そんなにあるんですか。まあ、正直作りづらいですよね、はい、いろんな品種があるっていうのはすごい生産のする面ではね作りづらいんですけど、やっぱお客さんは2つしか食べれないより、うん、まあ、多い方が絶対嬉しいかなと思ってちょっと頑張ってうちは多くしてます。このいちごはですね、はい、絶対にこの一番果っていうんですけど、はい、一番果より周りは大きくならないんですよ、そうなんです、そうなんです、この子が一番絶対に大きくて、はい、そこに行くんですね。そう、まずは1個なるんですよ、はい、じゃあこいつを取ったとします。そうそうすると取ったらこいつらには栄養は行くんですけど、うん、はい、サイズはもうこの子より大きくならない。ならないですか、この子たちは。絶対ならない、品種の違いなどを食べ比べながら時間いっぱいいちご狩りを楽しみました。めっちゃうまい。甘っ。いやもう結構食べましたよ、ね、でも割と食べたね。いろんな種類食べました。そうだって食べ過ぎてカズマなんてもう服赤くなっちゃったから。そうそう、あと指先も真っ赤だから。本当だ本当だ本当だ。おー、むしゃむしゃ食べました。いや美味しいっす、マジで。いや美味しい、あの満足してもらえてよかったです。いや美味しい、最高ですよ。まあお腹いっぱいであれなんですけども、はいはい、うちパフェ作りできるんですけど。やっパフェ作り、何すかそれ。パフェ作り、次回のシュガースポットはいちごのパフェ作りに挑戦。どんな仕上がりになったのか。そして水干しで気になる看板を発見。突撃取材しちゃいます。次回もお楽しみに。